夏の夜空に色鮮やかに咲く大輪の花。おととい、袋井市で袋井遠州の花火が4年ぶりに開催されました。80年近い歴史を持つこの花火大会は、全国の花火師たちが腕を競う競技大会ということもあり、その迫力は県内でもトップクラスです。久々の開催に呼ばれてとても光栄に思ってますので、まあ、ぜひいいものができたらいいなと思って、はい、同業者同士のですね、ああここの花火こういうことを始めたのかなとか、そういうのも気になる大会ですよね。県内の花火名人も参加し、4年ぶりの開催に気合十分。皆さんが笑顔になれるような構成ですので、はい、ぜひ楽しんでいただいて、目で見てですね、耳で聞いてですね、体で感じてもらってですね、楽しんでもらえればなと思ってます。この子たちあんまり初めて花火見るので見せたいなっていうのもあります。やっとこのコロナが明けて初めて見に来たんで、ちょっとどのぐらいのものかちょっとだいぶ期待してます。今日どちらから皆さんいらっしゃる？京都からいらっしゃってるんですか？テレビで今までいつもやってるので一回行きたいですねということで今回決定をしました。午後7時を過ぎると会場はご覧の状況に。そして最高でしたね今日は。いやもう本当にもう来年もやっぱ楽しみにしてます。一生忘れられないような思い出になりました。一方、昨日おとといの2日間にわたって沼津市で開かれたのは鹿野川花火大会。例年およそ30万人が訪れる沼津市の一大イベントです。花火のその鳴った時のこの震えるところとか実際に近くに来ないと感じれないと思うので、そこを楽しみたいです。こんないっぱい出てる屋台初めて見て、毎年去年も来たんですけど毎年楽しみにしてます。祭りの目玉はもちろん花火ですが、花より団子、屋台グルメも盛り上がりには欠かせません。こちらでは沼津メンチやアジフライなど沼津の特産を扱った商品が人気を呼んでいます。会場周辺には沼津港で水揚げされたサバを使ったメンチカツやアジフライなど地元グルメを扱う屋台が軒を連ねています。花火の打ち上げを前に多くの人たちが買い求めていました。やはり今までこうコロナ3年間ぐらい我慢してた人たちが
皆さんこう待ち遠しかったのかなっていうのをすごく感じるぐらい人通りがあります。新型コロナの5類移行後初めての開催となった神奈川花火大会。去年は出店の数を例年の半分に減らしたり、食べ歩きを防ぐために飲食スペースを限定するなどの対策をしていました。今年は4年ぶりに規制のない開催です。午後7時過ぎ、いよいよ6000発の花火の始まりです。激しい音とともに夜空に咲く色とりどりの花々。その一瞬を切り取ろうと多くの人たちがカメラを向けていました。そして午後8時ごろ、いよいよフィナーレ。ラストを飾るのは空中ナイアガラです。で花火が上がってる、すっごい感激しました。でバン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 本当に上がってるでしょ。嬉しくていい色で綺麗だった花火が降ってくるみたいな感じで感動しました。花火大会見てどうでしたか？楽しかったです。楽しい以外に他に何かあるかな？チョコバナナを食べたことです。もう最高でした。ようやく戻ってきたなと思って、なんかすごい幸せな時間だな。沼津市によると、今年の来場者数は2日間で例年の30万人を上回るおよそ35万人が訪れたということです。